はい、こう見てるでしょうからね、まあ、それは上皇龍にも言えます。もう幕内で見たい力士、先に立った、変わりました、ついていきます豊ノ島、しかし右を差して、さあ土俵中央で左前三つを探るところ、これは横を向いてしまいました。おっと大丈夫かな、左のアキレス腱、上皇龍の勝ちです。いや上皇龍も左にこう変わりながらという立ち合いでした。いやこれやっぱり相撲知ってますよね、この左を刺させないためのこの左へ回るこの変化といいますか、押し出して上皇龍の勝ち、あっちにずれると左刺せないんですよね、はい、あの刺せないといいますか、すっぽ抜けるといいますか、で上皇龍は右四つですからね。なるほど、作戦勝ちですよね、見事にまさにはまったですね、はい、まあ、これちょっとも苦し紛れの形になって、そうですね、左刺せないと結局首投げっていうパターンですもん、はい。